はい、FM 流進堂 DJ の流進です。ですね、まあ FM 流進堂の方から BGM がなくなり、ジングルもなくなってしばらく経つわけなんですけれども、本当に編集が楽になりました。もうほぼちょっとスイッチ入れた時と切った時にちょっとだけノイズが入っちゃう時があるんですけれども、機械に対してボタンを触れた時の音が入っちゃうんですけれども、それをカットする以外はあんまりもうほとんど編集作業やってなくて、まあそれをMP3 ファイルに変換して、それアップロードするだけっていうね作業なんで、なんかね、もちろん今までのね、BGM 付きの放送っていうのも結構僕好きだったんですよ。あと、FM 流進堂って誰かがね、言う、まあ、最近はしばらく、誰だっけ、鏡音凛の声使ってたんですけれども、ちょっとこう、ラジオ番組っぽく演出している感じが好きだったんですけれども、今はね、全くそういうことしなくなって、自分の中でちょっとスッキリしたなっていう感じもあります。まあただね、そんだけスッキリさせるのが自分らしいのかどうかっていうのはわかんないんですけれども、まあただね、これはこういうスタイルとして一つ、こういうね、一つのスタイルとして、まあやってってもいいのかなと思いました。はい。それでね、まあ、第一の芸術祭引き続き、やってるわけなんですけれども、昨日ですね、大学の方に用事があって、まあ、本当に小さな用事だったんですけれどもね、まあ、その小さな用事のために、大学に行って、実はね、僕、ちょっと勘違いしてたみたいで、昨日がね、大学夏休み前の最後の日で、最終日だったみたいで、今日からね、大学の方夏休みだったんですよ。で、それ勘違いして、先週の時点でも、僕、もう大学行けないなと思ったんですけれどもね、昨日行ってきました。まあ、またトンボ帰りで、新潟の方行くわけなんですけれども、これからね、行くわけなんですけれども、今日はね、オープニングツアーの話をしたいと思います。オープニングの日にね、映像の上映を失敗してしまったっていう話は、前回の放送でしました。それでまあ、自分自身のこう、芸術祭のスタートとしてはあんまりいいスタートじゃなかったんですけれども、まあ、もう一つね、問題があって、DVD を販売するっていうことで、まあ、今までこう、動いていたわけなんですけれども、プレオープンの日25日、そして、実際のオープンの日26日、両方ですね、売られてなかったんですね、ミュージアムショップに。だからね、問い合わせしようと思って、スタッフの方に連絡を取ろうと思ったんですけれども、それも繋がらないんですよ。スタッフがね、現場にいないんです。だからね、困っちゃいましてね、まあ、何回もしつこくね、そのスタッフに問い合わせするしかないんですけれどもね、こういうことはね、起こっちゃいけないなっていうふうに思います。まあ、いろいろね、トラブルなんかもつきもので、まあ、こういうものっていうのは、トラブルありきみたいなところもね、またあるんでね、しょうがないなとは思うんですけれども、まあまあ、そこは置いといてオープニングツアー行ってきましたよ。いろんな有名な作家の作品見てきました。千代田千春さんとかね、今ね、ガイドブック見てるんですけれども、クロード・レビックさんとかね、ボルタンスキー、田島製造さん、アントニー・ゴムリ、ジャネット・カーディフ&ジョージ・ビュレス・ミラー、蔡國強ですね、蔡國さん、
などなど、あと福竹ハウスですか、福竹ハウスも行ってきました。まあ、いろんなね、まあ、7月26日の、オープニングの日はやっぱりオープニングツアーということで、そういうイベントがありまして、申し込みの人だけ、まあ、バスに乗ってね、いろんな作品を見て回れるっていうことでオープニングツアー行ってきたんですけれども、まあ、非常にたくさん、まあ、非常にたくさんでもないか、まあ、有名な作品をこうバスツアーで見ることもできて、それでほとんど同じバスに乗ってる人がみんな作家だったのでね、作家同士の交流なんかもできて、非常に有意義な時間を過ごせました。それで自分がね、尊敬してる作家とか好きな作家にも会うことができてね、非常に嬉しかったです。蔡國強さんにも会いましたしね、本間淳さんにも会いましたし、あと影山さんですか、影山さんにも会いましたし、まあ、ちょっと名前言ってもね、わかんないっていう方もいると思うので、あんまり、この話はし、ここでいいかなとは思いますけれども、まあ、今年の2009年も、だいぶ、盛り上がりを見せると思いますね。だから自分の作品に関しても、しっかりとね、宣伝しなきゃいけないなと思いました。それで昨日ね、うちの母親が、キナーレの方に作品見に来てくれたんですけれども、なんか25日からね、ずっと滞在してたらしいので、25、26、27日のね、2泊3日、いろいろ作品を見て回ってたみたいです。それでね、自分の母親が見に来てくれたっていうことはすごく嬉しかったんですけれども、先ほどお話しした通り、昨日ね、大学の方に用事があって、一回、戻らなきゃいけなかったんですよ。だからね、せっかくお会いできたのに、あんまりこう、ゆっくりとした、時間を過ごすことができなくて、まあなんかね、本当にこういう時の運っていうのはね、なんか急に用事が入ったりね、自分ではコントロールできないような、外側からの、こう、いろいろな、こう、なんていうのかな、用事っていうんですかね、用事、予定、スケジュールなんか入ってきたりして、まあ、神様っていうのは、いろいろないたずらをしてくれるもんだな、っていうことを最近ね、感じるわけです。まあ、そういったことに対して、人間がどういった形でね、対抗できるのかなっていうことですよ。なんかこう自然現象に対して怒ってもしょうがないんですよね、人間っていうのは。だからね、人為的なものでよくできるならよくした方がいいと思いますけれども、人為的じゃないものに対してはね、怒ってもしょうがないんで、やっぱり自分の器を大きくするしかないのかなっていうことを最近感じております。では今日はですね、これからまた新潟に行って、まだね、現地でね、いろいろやんなきゃいけないことがあるので、それらをね、やっていきたいなと思っております。では、失礼いたします。ありがとうございました。